かり数えておかねばな。いいわね。全部持ってっちゃいましょう。我が預かってやろう。
こ。保管しておきましょうか。大事な資材であるな。あなたを逮捕する。射撃を続ける。直ちに抵抗を中止せよ。Yeah.
これは意外な収穫。使いましょう。ホローの外なら。
これは意外な収穫。今日が主の吉日やもしれぬな。抵抗を中止せよ。チクッとするだけなんて、ね、飯は食ったか？腹いっぱいにしとかんとぐっすり眠れねえぞ。うん、おお、うん、来いよ。
よ。ジタバタするでない。
ほんの気持ちよ。はっ、せい。激しめの手は、あなたを逮捕する。チクッとするだけ、なんとも。
ベタバタするでない。中止せよ。チクッとするだけ。なんてね。あなたを逮捕する。ご案内隊はどう？チクッとするだけ。なんてね。さあ、フィナーレよ。なっ、逃がさない。ごめんね。それだけ。なんてね。一線越えれば電撃一閃。あんたは深淵に触れちゃった。
何かお困りですか？
どの値をご指名かしら。めんどいな。止まりなさい。お縄につけいつけい。さっさとやっちゃおう。武器を捨てて。めんどいな。手を上げなさい。一線越えれば電撃一線。あなたたちは囲まれている。さっさとやっちゃおう。あなたを逮捕する。なんともおつまってあるな。爪が汚れる。正義は欠席しない。
触りたい。メイド長リナ、お使いいたしますわ。闇の向こう、知って。せい、噛まれたら痛いわよ。ブルジャイ獲物、それとも狩りよ。闇の向こう、知って。噛まれたら痛いわよ。セーフティー解除、飽和攻撃。闇の向こう、知ってる。早急戻れ。一点集中。そこを動くな。痛いのは一瞬だから。どうだ、諦めの悪いやつ。あなたたちは囲まれている。
街頭インタビュー本館にでありますか。はい皆さん、どうやらこちらの治安官さんも我々のインタビューに興味を持ってくれたようですよ。それでは早速聞いていきましょう。ズバリ、あなたは幸せですか。屍ですか。いやいや、自分はピンピンして。あ、待ってください、まだ答えるとは一言も言ってないんですが。緊張されてますね。大丈夫ですよ、全然難しいことはないですから。ほら、せっかくのイケメンさんをアップで撮って。はい、カメラにとっておきのスマイルをお願いします。どうやらよく聞き取れなかっただけのようです。ではもう一度お聞きしますね。私たちがお尋ねしたかったのはですね、住民一人一人が心安らかに暮らす新エリートの、さらに日に日に発展を遂げているヤヌスクの中心で、これまた映画繁栄を謳歌するこのルミナスクエアに立っている今、あなたは幸せを感じていますか。感じていません。お兄さんたらご冗談を。我々ヤヌスクが市民幸福度ランキングの上位を欲しいままにしていることは治安官さんなら当然ご存知ですよね。はい、ですが去年の第二四半期あたりからは順位がどんどん下がってきてると聞いてます。そうですね、競争は熾烈ですが、ヤヌスクは必ずや破竹の勢いで返り咲き、いずれ頂点に。そういうことでもありません。治安官の視点から言わせてもらいますが、ここヤヌスクにおける3ヶ月ごとの平均検挙率は 1% から 2% ほど上昇していますよね。そうなんですよ、検挙率は地域の治安を分かりやすく可視化してくれますからね。ヤヌスクが次なる高みへ着々と邁進している何よりの証拠ですよね。検挙率の上昇は受理した件数の明らかな減少に起因しています。報道は認知件数の減少と検挙率の向上にばかり着目しますが、1日あたりの平均通報数から推算した場合で、あ、まだ話の途中です。マイクを返してください。いいですか。1日あたりの平均通報数から推算した場合、認知件数の減少は検挙率をよく見せたいがために。カメラ止めて。治安官さん、一体どういうつもり。便宜を図り合ってお互い幸せになりましょうってだけのことなのに、どうしてややこしくしちゃうの。好みの顔だし、治安局に義理も売れるしで一石二鳥だと思ったのに。何、私に恨みでもあるわけ。そんなに私にクビになってほしいのね。いや待った、なんでそうなる。君がクビになったところで赤の他人の俺に何のメリットがあるんだ。それより質問に答えてる途中だけど、もういいのか。きっと私とあなたどっちかの頭がおかしいのね。どういうことだ。それだと君の頭がおかしいってことになるぞ。もう我慢できない。ああ変だよな、強引にインタビューしてきてろくに喋らせてくれないかと思えば、協力した俺に後ろ足で砂をかけて行ってしまった。確かにどこかがおかしいのかもしれない。それにあの人の首が飛ぶだなんだってのも謎だ。インタビューなんて応じるつもりなかったのに、それでもちゃんと答えたんだぞ。こっちは感謝されこそする。あんな、そりゃ治安局内部のデータなんてお茶の間に流しちゃったらいろんなとこに影響がありそうだし、一市民としては喜んで聞くけどさ。
影響か。あいつが言いそうなことだけど、ひたすら向こうの思う通りにだけしてたら、それはもうただのやらせだろう。それか、俺が知らないだけで暗黙のルールとやらなのか。セスが悪いわけじゃないよ。悪いのはこの世界だから。なんちゃって。どうかな、そういうのも悪いことばかりじゃないかもよ。セスみたいにまっすぐな人がもっといたら、この世界も今よりずっと住み心地よくなってたかもね。まっすぐ、普段話が通じないってよく言われる俺が、もちろん俺だって自分が間違ってるとは思ってないけどな。けどそれをわざわざ言葉にしてくれた店長には感謝してる。なになに、どうしたの、急に改まっちゃって。友達でしょ私たち。友達。私ずっとそのつもりだったのに。もちろん無理にとは言わないけどね。いやじゃない。友達か。じゃあな店長、また六分街に会いに来るよ。報告があるから一旦治安局に戻らないと。またな店長。この場で正してやろう。ハッヤッホッセイ、お縄につけい。ヘイ、激しめに手をジタバタするでない。正義は欠席しない。
ほんの気持ちよ。ポレ、手合わせていこう。正義は欠席しない。あなたを逮捕する。ジタバタするでない。よー、気にした。あんたは深淵に触れちゃった。武装解除。クリア。そのまま邪魔だ。邪魔だ。俺がやる。コラコラにしてやる。なぎ倒してやる。直ちに抵抗を中止せよ。こんな態度。気に入った。どけ。ブレイン、あなたを逮捕する。チクッとするだけなんてね。直ちに抵抗を中止せよ。こんな態度は。言い残すことはあるか。ユカ、せい、お縄につけい。あなたを逮捕する。チクッとするだけ。なんか、あんたは深淵に触れちゃった。手が終わるわ。ごめんな。せい、まず、せい。せい、ゴー。Yes!
どいてふん、うん、何してやれ道を開けろ、この星を見ろ、あなたを逮捕する。ごめんなさいはどう、ごめんね。ドキッ、くらい、激しめに行くわ。武器を捨てて、ドキッ、止まりなさい。うわせい、言い残すことはあるか。直ちに抵抗を中止せよ。チクッとするだけなんてね。さあフィナーレよ。すぐ終わるわ。援護射撃、そう当てるでない。ジン、ジン、さあほんの気持ちよ。ほれ、手合わせていこう。武器を捨てて、セーフティー解除、飽和攻撃。フォロワーね、気を抜いちゃダメよ。俺は負けん。ジン、休憩してください。
何かお困りですか？
逮捕するぞ。噛まれたら痛いわよ。あんたは狩られる側。はっ。ターゲットロックオン。でもな、それとも狩りよ。火力準備。
のは一瞬だから。ターゲットロックオン。正気に戻れ。獲物？それとも狩人？さあ、フィナーレよ。準備。逮捕するぞ。諦めなさい。あんたは深淵に触れちゃった。諦めなさい。気にした？逮捕するぞ。諦めなさい。
俺は普段ここからそんなに遠くない感謝で寝泊まりしてるんだ。その方が遅くまでトレーニングできるからな。実家に戻るのは週末くらいだ。へえ、ってことはこのビデオも家族と見る感じかな。そういえばセスの家ってどういう家族構成なの？あ、ごめん、これ聞いて大丈夫だった？ああ、別に構わない。うちはごく普通の4人家族だ。お袋に親父と、それに兄貴が一人いる。兄貴が顔を出すことなんてめったにないけどな。どうしたの？いきなりため息なんかついちゃって。もしかしてお兄さんとあんまりうまくいってない？店長はそのお兄さんとはどうなんだ？距離を取りたいとか思ったことはないか？お兄ちゃんとはまあまあって感じかな。もちろんたまにムってなる時もあるけど、いつも仕入れの時期になるとね、今度は僕が選ぶ番だってあの手この手で煙に巻いてくるの。こないだ調べてみたら、なんと5回中4回もお兄ちゃんが選んでたんだよ。ほんと、たまに狐に似てるなって思うけど、実の妹までバカす？普通。そっか、そうだよな。どの家も兄貴なんてそんなもんだよな。うん、うちが特別変わってるってわけじゃないのか。俺も別に最初から兄貴のことが疎ましかったわけじゃない。ガキの頃は一緒にザ・ビッグホローを見てたし、主人公のセリフを一字一句覚えたりなんかもしてたんだ。今のあいつはもうそんなこと覚えてないだろうけどな。顔を合わせれば単細胞だの自己中心的だの。え、単細胞に自己中？それはさすがにあんまりだね。あのお兄ちゃんだってそんなひどいこと私に言わないよ。そうなのか？どこも兄貴ってそうやって下の子をしつけるもんじゃないのか？セス、なんかかわいそう。二人がギクシャクしてる理由なんとなく分かってきたかも。セスのお兄さんを悪く言ってるわけじゃなくて、そんなことよりさ、ザ・ビッグホロー小さい頃に見たことあったんだ。ああ、調査員の実習生が出てきたろ。あのキャラが大好きでさ、誰もが未曾有の大災害だ、お前一人じゃどうにもならないと言ったのに、あいつだけは諦めなかった。あれこそまさしく正義のヒーローだ。そのキャラも映画の中で散々単細胞って言われてたよね。ああいう込み入った世界観と設定の映画だし、主人公の動機がシンプルなのはいいなって思ってたけど、だって映画に出てくるホローはなんかもう次元がぶっ飛んでる感じだったもんね。現実のホローとは似ても似つかないっていうか、科学的根拠がないならそれはもうただの SF じゃんっていう。へえ、店長ってホローにも詳しいのか。さすがはこの道のプロだ。やっぱ映画のことは徹底的に考察しないと気が済まないんだな。そうそう、考察。ああいう複雑な設定の映画はね、プロとしてちゃんと勉強しとかないと。ガキの頃はそこまで深く考えてなかったけど、主人公の人を助けるという選択に間違いなどないってセリフは今でも覚えてるんだ。兄貴が治安官になった時も、あの頃話してたみたいに罪のない人々を守る正義のヒーローになるんだって思ってた。けどあいつは、まあそんなことどうでもいいんだ。俺がいつか
兄貴より優れた治安官になる。それだけの話だからな。弟が単細胞なんじゃなくて、あいつが変わってしまっただけなんだって俺が行動で証明してみせる。今夜家に帰ったら、あいつがまだあのセリフを言えるかどうか確かめてやらないと。セスのお兄さん、今日はお家に帰ってくるんだ。それに一緒に映画見るの？もしかしてお兄さんのこと実はそんなに嫌いでもなかったり？週末は家族で集まると決まってるんだ。映画はその俺が見ようって提案した。確かにあいつのことは気に食わないけど、縁を切ったわけでもないんだし、あいつだけ仲間外れにできないだろう。つまりセスは久々に実家へ帰ってくるお兄さんのためにわざわざこの映画を。家族のためだ、家族。お袋と親父もいるんだからな。兄貴が家を顧みないからって俺が家族のことからつまはじきにしたら、それこそあいつの二の舞だからな。俺は絶対にあいつみたいにはならない。はいはい、そういうことにしとこっか。それじゃあいい週末をね。うちは家族割もあるから、今後ともごひいきに。ああ、お袋たちにも周りに勧めるよう言っとく。俺も治安局の方で同僚のみんなに勧めるからな。それじゃあ俺はもう行くか。実家はそれなりに遠いからな。また今度な。出撃可能よ。まずは水よしなに。私に触りたい？ダメ。あんたひれて。
待。逮捕するぞ。どいて。抵抗は無駄よ。毎度あり。サプレッサー K22 全弾発射。するから。一網打尽にするぞ。抵抗は無駄よ。射撃を続ける。どいて。一点集中。掃除するから。抵抗は無駄よ。どいて。一点集中。正気に戻れ。あなたたちは囲まれている。
巻き上げる。そこを動くな。毎度あり。懲らしめてやるわ。掃除するから。抵抗は無駄よ。諦めの悪いやつに。シャーク、トルネード。どけ。罪をすぐ直せ。一点集中。
さとやっちゃおう。なんともお粗末であるな。武器を捨てて。めんどいな。手を上げなさい。さてやっちゃおう。武器を捨てて。あなたたちは囲まれている。ショッピーと行くぞ。手を上げなさい。爪が汚れる。めんどいな。ほれ、手合わせていこう。正義は欠席しない。サプレッサー K22 全弾発射。なんともお粗末であるな。武器を捨てて。はい、喜んで。はあ、お帰りなさいませ、ご主人様。めんどいな。
あなたを逮捕する。ジェイ、なんとも悪魔ってあるな。ぬっさっさとやっちゃおう。ちょっぴーと行くぞ。に抵抗を中止せよ。爪が汚れる。めんどいな。武器を捨てて。あなたたちは囲まれている。はっ、離れてよ。逮捕する。私はチョキ、あんたはパー。ジタバタするでない。なんとも悪魔ってあるな。手を上げなさい。はい、喜んで。やっちゃおう。ジタバタするでない。正義は欠席しない。サプレッサー K22 全弾発射。めんどいな。ほれ、手合わせていこう。正義は欠席しない。
この場で正してやろう。はっやっほっやっは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 っ メイド長リナ一匹二待ちくたびれちゃった。するだけなんてね。ギタバタするでない。どいてどいて。ギタバタないわよ。ふう。激しめに行くわ。脅威を確認。さあ、燃やしましょう。邪魔だ。叩き潰す。ターゲット検出。
ゴミザーどう？任務執行。チクッとするだけ。なんてね。チクッとするだけ、なんてね。あんたは駆られる側。ふギタバタするでない。残念、時間切れ。この場で正してやろう。はっ、やっ、ほっ、やYou